オレオレ詐欺を未然に防いだとして、仙台東勝山郵便局に警察から感謝状が送られました。仙台北警察署で行われた贈呈式には、仙台東勝山郵便局の土井誠局長と職員の斉藤久美さんが出席し、感謝状を受け取りました。斉藤さんは先月9日、お金を下ろしたいと窓口に来た80代の男性に応対しました。目的を尋ねると、東京にいる息子が仕事で長町に来ているのでお金を渡すとのこと。男性は暗証番号を覚えておらずお金を下ろせなかったため隣の銀行に向かいましたが、焦った様子の男性を心配して同僚と一緒に追いかけると、男性は100万円を下ろしたところでした。息子に電話して確認するよう説得し、家に帰らないと息子の電話番号がわからないという男性の自宅まで同行し、息子と電話で話してもらって詐欺と確認できたということです。今までこうコツコツこう働いてとか貯めてきた大事なお金を、そんな詐欺集団なんかに取られたのでは、すごくなんかこうやるせないと言いますか。なので本当に止められてほっとしております。